皆さんこんにちは、倹約 DIY です。今日はですね、ここにも価格破壊の波、この値段なら手軽に用意できる激安のマイクロメーターをご紹介していきたいと思います。皆様、マイクロメーターというものをご存知でしょうか。以前こちらの動画で寸法を測定できる激安のノギスをご紹介しましたが、あのノギスの10倍は細かく正確に測定できるのがマイクロメーターなんです。まあ、ノギスだとせいぜい 0.1 ミリぐらいまでなんですが、マイクロメーターはその10倍 0.01 ミリレベルですね。 DIY では主に金属パーツの測定に使えますね。また各種研磨だったりとかメッキ加工の確認にも使えます。これを使えばマイクロメートルオーダーの DIY が現実的になってきますね。あとは薄い板全般、またフィルムなんかの厚み測定だったり、糸や線の太さ測定にも使えますね。でもマイクロメーターって精密機器だけあってめちゃくちゃ高かったイメージがあるんです。しかしここにも価格破壊の波が来ていました。調べたらいつの間にかめちゃくちゃ安くなっていたんですね。これもびっくりして早速買ってみたんですが、果たしてちゃんと使えるのか、そもそもマイクロメーターの仕組みとは一体何なのか、なぜそんなに正確に測定できるのか、分かる範囲で調査を行ってみましたので、個人的な見解と合わせて皆様にご紹介していきたいと思います。今回のマイクロメーターはこちらになります。ちゃんとプラスチックですけどケースに入っていました。これかなりありがたいですね。こちら価格はなんと1900円でした。正直これ安すぎて見つけた時目を疑いました。マイクロメーターって私の認識だと1万超えが普通だと思っていたんですよね。まあ、これも価格破壊と言ってもいいんじゃないでしょうか。マイクロメーターって工場とかで使われるのが普通かなと思っていたんですが、たった1900円なら個人でも十分に手が出せる価格ですね。毎回強く実感するんですが、 DIY には本当いい時代になったなと感じます。それではここからは早速実際に使っていきたいと思います。こちら使い方は難しくはないですけど、そこそこ熟練が必要ですね。まずこちらの部分がネジになっていまして、回転させて幅を変えることができます。ここの部分に挟むことで測定するんですね。そのためこれ挟みきれないものは測定できません。マイクロメーターはこの範囲が比較的狭いです。こちらは0ミリから25ミリまでしか測定できないですね。まあ、DIY の場合は薄めのものが非常に多いと思いますから、まあ、0ミリから25ミリのものが一番便利なのではないかなと思います。なおこちら合わせ面が左右微妙にずれているので本当に使えるかかなり心配でしたけど、後から確認しましたが大丈夫でした。そしてこちら目盛りの見方もやや特殊です。横方向動かすと見えてくるこの本体に刻まれたメモリはミリ単位でそのまま読むことができます。ただこの回転軸に書かれているメモリ、このネジのメモリは1メモリで10マイクロメートルとなっているんです。0から始まって50でまた0に戻る感じです。1周50で刻まれているわけですね。つまり1周で500マイクロメートル 0.5 ミリというわけです。つまりここのネジが1周で 0.5 ミリ動くネジになっているんですね。ネジのピッチが 0.5 ミリということです。そしてこちら測定をする前にまずは読み取りの練習をした方がいいかもしれませんね。これぴったりと閉じているときに0になっていることを確認します。まずこの合わせ面に異物とかがないか確認して、もし汚れていたら清掃した方がいいですね。さすがに 0.01 ミリですとこの合わせ面にわずかな汚れがあっても影響しますからね。
また温度もできれば一定がありそうです。特に熱いものは NG ですね。これは熱膨張の影響を避けるためです。この持ち手の部分がプラスチックなのも体温によるこのマイクロメーター本体の熱膨張を防ぐためです。しかしこちら実際に冷やしたり温めたりして実験してみましたけど、体温ごときではほとんど測定値は変わらないです。 DIY においては全く気にする必要はないと思います。こちら合わせても特に隙間はありません。これ左右に微妙にずれているので、ひょっとしたら本体が曲がっているんじゃないかなと危惧しましたが違いました。おそらくこれ合わせ面は後から加工していると思われます。まあ、左右のズレは無視している感じですね。まあおそらく左右方向は多少ずれていても、この面さえ出ていれば影響はほとんどないのではないかなと思われます。しかしこちら横軸のゼロはいいとして、このネジの回転方向のゼロは力加減で結構簡単にずれてしまいます。弱すぎるとしっかり接していないので少し広がってしまいますし、強く締めすぎると、まあ、こちらのように本体が多少断線変形、つまりたわんでしまって幅が狭くなってしまいます。そういった力加減による誤差を防ぐために、マイクロメーターにはここの部分にラチェット機能がついています。これはトルクレンチと同じく一定以上のトルクでカチカチと滑るんですね。こちらのようにラチェットが動くまで回すことで、当てた時の力加減が弱すぎず強すぎず、ちょうど良い力加減でワークを挟むことができるというからくりですね。しかしこのラチェット機構も確実ではありません。まあ微妙な力加減で少し変わったりすることもありますね。このあたりは個人差や慣れも大きいのではないかなと思われます。まあできるだけゼロ付近を刺すように練習するのはいいのではないでしょうか。こちらはほぼドンピシャでゼロ付近になりますが、ものによってはどうやってもゼロ付近にならない場合もあると思います。そういった場合にこちら調整用のレンチが付属してますので構成することも可能です。まあ個人的な見解では 0.01 ミリオーダーがそこそこ判定できれば OK なので、まあ多少ずれていたところで全然問題はないとは思いますけどね。あまりぴったりゼロに合わせる必要もないのではないかなと思います。それではここからはいよいよ実際に測定をしたいと思います。テストワークをいくつか用意しました。わかりやすいと思ったのがこちらのシックネスゲージですね。厚みが決まっているので測定しやすいです。まずは 0.05 ミリからやってみます。微妙に 0.05 より厚い感じですね。 0.052 とかそのぐらいだと思います。まあ概ねうまく測れているんではないかなと思います。次は 0.3 ミリで測定してみます。こちらも微妙に厚いですね。他の厚みも調査してみましたが、すべて微妙に厚くなっていました。これがこの測定器の誤差なのか、シックネスゲージの誤差なのか、正直なところちょっとわかりません。ただ、少なくとも 0.01 ミリオーダーで測定できるのは確かだと思います。次に大きめのものということで、ちょっといいものがなかったんですけど、硬貨を選びました。100円玉手持ちで一番新しいもの、令和2年のものがありましたので、これで測定してみました。100円玉の直径は 22.6 ミリですから、これ測定してみましたがほぼぴったり 22.6 ですね。例にもよってこれも100円玉の交差ももちろんありますから何とも言えない部分もあるんですが、
幅が大きくなってもほぼほぼ 0.01 ミリオーダーで測定できるのは間違いなさそうです。あとご説明し忘れていましたが、ここのレバーでネジを固定できます。これでもう回らないですね。ここからはマイクロメーターがなぜそんなに正確に測定できるのか、原理を簡単に解説していきたいと思います。これネジになっている構造でピンときた方もいらっしゃるとは思いますが、このネジ機構が肝になっています。先ほどお話しした通り、ネジのピッチが1回転で 0.5 ミリとなっています。これこのメモリ部の直径は 14.6 ミリありました。円周率の 3.14 をかけると1周で 45.8 ミリとなります。つまり1周 45.8 ミリのメモリに対して 0.5 ミリの動きが比例して動くというわけですね。多分図で書いた方が分かりやすいので、図で書くと直径 14.6 ミリが、まあ、まっすぐ直線上に伸ばすと、まあ、こういう感じで 45.8 ミリになって、それに対して 0.5 ミリの動きが比例するというわけです。これ倍率計算すると92倍になります。まあ、つまりこれ分解能が単純に92倍に高まるということですね。例えると正確に1センチ動かすのは難しいですが、92センチ正確に動かすなら結構簡単にできる感じですね。それではここからは動画の前半でお話ししていたゼロ点の調整方法ですね。付属のこちらのレバーで、この裏に小さな穴が入っているので、ここに引っ掛けます。これでこの本体を少し回転させることができるんですね。まあ、今合ってたのに少しずれちゃいました。こういう感じで、まあ多分数メモリ分ぐらいだと思うんですけど、微調整することができるみたいです。それではここからはいよいよこちらを分解していきたいと思います。まずこれ限界まで開いたらどうなるでしょうか。そのまま抜けちゃいますね。ここの部分にピッチ 0.5 ミリのネジが見えます。インサートネジのようです。ここの部分がラチェット機構ですね。これ以上分解はできないみたいです。最新の注意を払わなければいけないのはここのネジ部ですね。まあ、こちら側はメネジになっているんですが、この部分にゴミとか異物を噛み込むと動きがめちゃくちゃ渋くなってしまうと思われますので、絶対にゴミとかを噛み込ませないように、まあ、できれば分解とかもしない方がいいかもしれませんね。ただこうやって綺麗に分解はできますので、もし動きが渋くなったらひどくなる前に一度分解して異物を清掃してやると元に戻せる可能性がありますね。定期的なグリスアップとかもした方がいいかもしれません。いかがだったでしょうか。今日は手軽に用意できる値段の激安のマイクロメーターについてご紹介しました。こちらネジ部にシリコングリス塗っておいたらかなりヌルヌル動くようになりました。まあ、グリスアップはしといた方がいいかもしれませんね。これ安いのに全く問題なく使えることが分かりました。これでまた一つできることが増えましたね。今後私こちらを使ってマイクロメートルオーダーのとある DIY にチャレンジする予定です。もしうまくいったらまた皆さんにご紹介したいと思います。ぜひお楽しみにしていてくださいね。さて今日の動画がもし参考になったよという方はぜひ高評価の方お願いいたします。また私のチャンネルではいろいろな倹約になる情報をお伝えしていきたいと思っていますので、もしそういったことに興味がある方はぜひチャンネル登録の方もお願いいたします。それでは今日も長時間のご視聴ありがとうございました。それでは皆さんまた次回。
さよなら。